吉田みなみです。蘭越に住んでいます。彫刻家です。小さい頃は結構体が弱くて入退院を繰り返していたんですけども、その時こう絵を描いたりとか工作をしたりすることがもうこう心の支えになっていて、まあ、それをずっと続けてきて、なんかこう今に至るっていう感じなんですけども、命が持つ形の特別な部分をこう抜き取って、またそれを私が形にするっていうことをしています。高校2年生の時に白老の36号線っていうお店の外の壁に3人の女の子の絵を描かせてもらったのが一番最初の関わりでしたね。まあ海もあって山もあって人の歴史もあって、ただなんかこう自然の中に住んでいた人たちの暮らしぶりがまだ残ってるというかこうある。例えばアイヌの人たちが海沿いで生活してたとか、そこはこう神様のいる場所だからすごく大切にされているとか、なんかそういうのが残っているっていうことにすごい胸打たれました。私は社大の小学校で展示させてもらうんですけど、樽前山が本当見えるんですよね。この山を見ながら、この白老の子どもたちは学校に通ってたんだとかいろいろこう考えていく中で、で三岡さんも樽前山のことを歌っていて、まあ、すごいそれ私も共感して、こう山が人の形となっているような女の子のような彫刻を作ります。たくさんいろんな場所に作品が、ね、あるので、白老もすごい広い場所なので、もちろん全部見てもらいたいですし、回ることによってこう白老の自然豊かな場所とか、その白老に住む人たちの人柄を感じてもらいたいので、ぜひこう1日かけて、見てもらいたいですね。